皆さんこんにちは、こんばんは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2022年2月20日に行われた、第7期叡王戦本戦トーナメント、船江恒平六段と、佐々木大地六段の一局をお送りするよ。それでは、いつも通りプロフィールの確認から。まずは後手の船江六段。1987年4月27日、兵庫県加古川市出身、井上慶太九段門下の34歳、今期竜王戦4組、順位戦 C 級1組、一般棋戦優勝2回、船江門の愛称で親しまれ、様々なイベントに顔を出しつつ、昨年の春には公認会計士の資格も取得、将棋棋士あるあるの、マルチな才能を発揮しているぜ。公認会計士って難しいやつよね。やっぱり棋士の先生って頭いいんだと実感するわ。そして棋風は攻撃的な居飛車党、回転の速さと積極的な踏み込みで、相手陣に押し込んでいく、気持ちを前面に押し出した、攻撃的な将棋が面白いぜ。本日は後手、先手の佐々木六段は相掛かりが得意だけど、かわすのか受けるのか、どうやって自分の展開に持ち込むか、序盤から目が離せないわね。それではもう一方、先手の佐々木六段。1995年5月30日、長崎県対馬市出身、深浦浩一九段門下の26歳、今期竜王戦5組、順位戦 C 級2組、なぜかタイトルや賞レースには縁がないけれど、誰もが認める実力はトップクラス。その証拠に、勝ち数ランキングは上位常連よ。いや、本当そろそろ何か取ってくれ。なお、つい先日、2月16日に昇段しているわ。おめでとうございます。段位もようやく六段ね。それでもまだ足りない気もするけどな。昨今の相掛かりブームの先駆けとも言える存在で、実直な性格と強烈な攻撃で人気を博しているわ。本日は先手、序盤の仕掛けはどうするか、その展開も注目だ。さ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、佐々木六段、マリサが後手、船江六段だぜ。それでは、よろしくお願いします。26歩。さて、いつも通り飛車先をついてきた第一六段。34歩。後手は角道を開けて相掛かりは外した。76歩。この場合、戦型誘導は後手がするのね。84歩。果たしてどのルートで行くのか見ものだな。25歩。では、しばらく手を進めてみよう。85歩。7八金。3二金。さて、早速決断の場面だけど。2四歩、横歩取りの空中戦、激しい局面に持ち込もう。同歩。ほほう、激しい将棋がお好みときたか。同飛車。よし、それでは受けて立とう。8六歩、壮絶な殴り合いに持ち込んでやるぜ。むむ、同歩、いい度胸してるじゃない。横歩取りの将棋に突入ね。同飛車。まずは浮いている横歩を取って、3四飛車。飛車が空中で動き回る陣形だ。4二玉、その分捕捉されやすく、激しくなりがちだ。5八玉、広く、平面的に守る方針よ。7四歩。後手の横歩を防ぎつつ、飛車を引く場所を探る。3六飛車、少し手間はかかるけど、歩得が私の主張。7二銀。では、その隙に駒組みを進めてしまおう。2六飛車。私は歩損の代わりに手得を主張だ。7三桂。駒を押し上げ、主導権を奪いに行く。2に威嚇なる、でもそうはさせない、局面に先手を打つ。同銀。飛車に当てながら、2枚替えの突破を伺う。7七角、2筋で竜ができればあとは一騎よ。だがしかし、2五歩。飛車を叩いて位置をずらす。むむむ。同飛車。一工夫入れた後で飛車を成り込み。8九飛車なる。序盤から攻め合いの色が強くなってきた。2に威嚇なる。ずらした飛車に当て、攻防の角だ。1四角、間接的に先手玉も睨んでいるぜ。2四飛車。2三歩。まずは王手をかけ、馬取りを防ぐ。3二馬。飛車の対比はその後よ。同玉。このままゴリゴリと攻め続けるわよ。3四飛車。後手に歩がない分、ゴリ押しが通じそう。3三桂。そうはさせじと桂まで割り込む。それなら、3一銀、銀で包んで詰みを狙う。左遷。5二金。金を寄せて退路を確保だ。2二金。
やばくなったらさっさと逃げろ。4一玉。早逃げで体勢を立て直す。三三飛車なる。スタコラさっさ。5一玉。あーばよー。待て、待ちなさい。三二金。あらほらさっさあほいさっさ。6一玉。先手は金銀が邪魔して優が止まっているな。4二銀なる。むむむむ。これもかわして受け流す。6二金。盤面左は広く、寄せにくいぜ。2二優。7一玉。ここでようやく大手がかかる。1一優。しかしそれも、壁を作って届かせない。6一銀。5一成銀。攻めが一旦落ち着いたところで反転攻勢。4六桂、兼ねてからの狙い、角と桂馬の小瓶攻めだ。4八玉、むむむ。さらに追撃。6九角、角2枚で一気に玉頭へ詰めろをかける。5八香、なんとか必死に耐え忍ぶ。7八角なる。利かせを作った上で角を切る。同銀。まだまだこれから、一気に畳みかけるぜ。4七角なる、バッサリ切って貫いてみせよう。なんと、同玉。そして裏に回り込む、一見竜の寄せが立ち。4九竜。先手は中段に逃げるしかないだろう。3六玉。さらに叩いて孤立を進める。3五歩。後手の手元に金が2枚。2六玉、誘いに乗るわけにはいかないわ。3九竜。それでもじわりと追い詰める。いやでもしかし、6一成銀。大手が切れたところで反撃開始。8二玉、なんの、これまた早逃げで攻撃をかわす。8三歩。わっしょいするには先手の駒が多すぎる。9二玉、奥に引っ込み、ギリギリで受け切る。8一角。先手に角を使わせたことで。8三玉、なんとか逃げ切る算段がつきそうだ。8四歩、まだよ、しかしこれもひらりとかわしてしまう。9四玉、待ちなさい、待てと言われて誰が待つか。1三竜。上部脱出にかけよう。させない。2九竜。先手玉を竜の筋に捉え。2七歩。中距離から王手をかけていく。3四桂。竜の守りが外れた時点で詰みまで行ってしまう。1五玉。1筋に抜けて耐えるしかないわね。まだまだ、2七竜。竜さえ外せば逃げ道はない。ぐむぬ。2五歩。そう、竜を外せば、2四金が詰みなんだ。1二銀。恐竜に対しては前述の通り、2四金からの詰み。では、竜取りを手抜いて先手玉を詰められるかというと、横に効く駒がないので、逃げられてしまうのね。これはまんまと逃げられてしまったわ。負けましたー。ありがとうございました。まんまと逃げ切られてしまったわ。まさしくこれはどちらの攻めが途切れるか、その隙に仕留め切れるかの殴り合い。一歩間違えれば奈落の底、横歩取りらしい、綱渡りの将棋だったな。正直、どちらが勝ってもおかしくない勝負だ。後手玉も入力するには、7、8地点の銀が邪魔で、中段でかわしきれるかどうかだったしな。序盤で一気にうがち抜いたけど、竜の利きが届かなかったのが悔しいわ。36桂逃げるにしかず、早逃げは張っての得、とはよく言うものの、王様の安全の確保、見切りという意味で、船江六段の判断が光った勝負だ。わかっちゃいるけどこの局面、金を見捨てて王様が脱出する、というのは勇気がいるよね。この直前、金も奪われているから、後手の駒損は甚大だもんな。でも、どれだけ駒を奪われても、最後に相手玉を積み切れば勝ち、まさにそれを体現した終盤だ。むしろ序盤も中盤もなかった気がするね。確かに。この結果を受け、船江六段は2回戦進出。次戦は近藤誠也七段と対戦だ。これまたトップクラスの強豪ね。レベルの高い、相居飛車の将棋になりそうだ。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を、ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするぜ。それでは皆さん、バイバイキー。